別館滝となって下る辰巳洋水。階段上は石川県立美術館。金沢市立中村記念美術館は石川県金沢市にある美術館である。金沢市の実業家、中村栄春 -1978 年が収集した品をはじめ、書籍、絵画、陶芸、漆芸、金工などの美術品を収蔵、展示する。 ホンダの森公園の斜面緑地に接した敷地に、本館、別館、茶室が配されている。辰巳用水が滝となって流れる斜面の階段、文化の象形、歴史の象形を上がれば、石川県立美術館、斜面緑地に沿って、緑の象形を進めば、鈴木大雪館に出ることができる。1965年、中村英春が、財団法人中村記念館を設立。 現在地に旧中村邸を展示棟として移築し、翌1966年5月に中村記念館として開館。所蔵品が金沢市に寄贈され、1975年7月に金沢市立中村記念美術館となる。1989年11月に市政100周年記念事業として本館が開館した。 金沢市文化施設共通観覧権が使用できる。金沢市立、中村記念美術館金沢駅金沢市における位置、金沢市立、中村記念美術館条例金沢市、指定管理者制度導入施設一覧金沢市文化、遺産オンライン、手鏡文化遺産オンライン、営業集文化遺産オンライン、無双祖籍牧石、平井家重筆開始、船のうち、 金沢市、藤原重介筆会市、立ち居鶴、金沢市、牧江南番人図鈴り箱、伊寺志向いじ志ぼた仏道具足雲海三つ作長や、伝来石川県、線景媒の江工業金沢市、青井戸茶碗名。雲井金沢市、木縫田体ラミら水差し目大見葉金沢市。 東仏片付き茶入れカモー片付き金沢市、動物片付き茶入れリキューコカタ付き金沢市、トモトウ茶尺金沢市、資本牧が、ホ定イ金沢市、憲本着色うずらず金沢市金沢市文化施設、共通観覧券ありがとうございます。